まあ、この本は親御さんにはぜひ読んでいただきたい、家族にも読んでいただきたいんですが、もう一つやはり子どもたちにぜひ読んでいただきたいという思いがあります。特に、中学、高校、大学生、こういう、まあ、10代を生きていく生きている若者たちにはぜひ手に取ってまずは読んでいただきたいなと思います。まあ、タイトルが強迫性、パーソナリティ障害と言いますから、俺は別に私は強迫性障害でも何でもない、パーソナリティ障害でもないとこういうふうに思われる可能性があるんですが、まあ、あまりそういうふうに決めつけないで、別に障害があるとかないとかではなくて、私たちの中にある人格のこだわりという癖という意味で捉えていただければいいなと思います。例えば、人に甘えるのがどうもうまくいかない、甘え下手であるとか、何かこう物事に取り組んでやろうと思うんだけど、その瞬間になると、まあ、よく言われるドタキャンするとかいうことですね。何か現実に対していつも回避的行為がする、で何か人にこういつもお任せしてしまう、そういう風になる自分の癖というものなんですね。そういう癖はどうして生まれたんだろうかなっていう風な、まあ、そういうことが非常にこう客観的に分かるというのも一つあります。よその人の自分と同世代の人間の悩みというものを通して、あ、私もこのような悩みが実はあったんだということの気づきになるかと思います。で、まあ、カウンセリングっていうとどうしても何かこうお話ししながらですね、問い詰められていくような思い、また悩みがないとカウンセリングにならないとこう思ってるかもしれませんが、そんなに悩みというのははっきりしたものじゃありません。ただちょっとした生きづらさということだと思うんですね。でその生きづらさというものは何なのかっていったときに、まあ、今ご紹介したように多くは人と人間関係する上で一番重要なその相手に甘えるっていう、困った時は助けてくださいと素直になると、まあ、こういうことがなかなかできないということなんです。したがってできないというのは、まあ、本人の悩みであって、はたから見てると、まあ、悩みがない人ですからとっても順調に進んでいるんだろうっていうふうにこう思われがちなんですね。ですから、まあまあ、子供さんにとってみると、まあ、子供から見ると自分がいろんなたくさんのもう諸々のいろんな悩みを抱えているんだけど、その悩みというものを誰にも相談できないでいるということです。まあ、特にそういう人に、まあ、読んでいただきたいし、まあ、そういう人がまた一つ相談にも来ていただければ嬉しいなと思います。で、まあ、親御さんに対してはですね、まあ、子供は甘えられないという悩みであるに対して、親御さんはもう一つは子供自身に、親自身がまた甘えられないというものも持っているわけです。親も立派な親になる必要はないと思うんですが、何かこう子供のどっかで指導的な立場になってしまったり、まあ、自分は親だからという気負いから何か知らないけど子供との関係がもうすごくゆとりを持ってすればいいはずなのに、何かまあ子供の前途が親の前途になるということもありますが、やはり子供の不安が親の不安ですから、どうしてもその不安を解消したくなるから、どうしても口やかましくなったりするということなんです。でこれはこれでまあ親子関係としてはごく普通のことです。しかしこうも親の思いの深さが時に押しの強さになっていくわけです。その押しの強さというところに気づいていかなきゃいけない。だから子供を思う気持ちと、いやここからはもう押しの強さになるんだなっていうところ、この辺の兼ね合いというものはやはり親御さんに分かっていただきたいなと思うし、まあ、この本の中でそこらかなり細かく、ご紹介、とにかくこの本の特徴といえば特徴ですが、事例が多いということです。ですから事例が多いというのは、それを自分と置き換えることが非常に、まあ、ある面できるということです。まあ、あんまりこう学問的なものじゃありませんので、ですから日常に、あ、私もこんなことがあった、あ、うちの子もあると、私の中にあるこういう気持ち、まあ、これをこの親御さん、お母さんはこんな風に、お父さんはこんな風に子供に向けてみたんだと、そしたらこうなったんだっていう形になってますので、まあ自分自身に置き換えることが非常に、まあ、できやすいと言ったらいいかと思います。それと同時に親御さんにもう一つお願いしたいことは、子供の帰る家になっていただきたいっていうことです。この中にやっぱり母がいて、父がいて、父がいて、母がいて、子供さんがこの世に誕生したわけです。この父と母という存在は子供にとっては非常に大きな存在なんですね。それはなぜかというと、父と母を、まあ、ある面そのまんまを肯定できないと、自分自身がこの世に生まれてきた、その二人から生まれてきた自分自身を
肯定することができないということなんです。ここは大変な苦しみなんです。すると、まあ、勉強ができようができまいが、その母と父というその二人の存在というのが自分のことをとても案じてくれている。その案じてくれているというのは、その勉強ができることではなくて、存在そのものが元気で、そして健やかに素直に生きていける、そういう存在であればそれで十分ですよというふうなメッセージが子供に届いているかどうかということなんで、そういう意味で子供の心の危機ということに対して、その危機の時には全てジャッジしないで、そのまんまのその状態をそれでいいんだよ、そのまんまの前でいいんだよ、ひとまずとりあえずお母さんお前が大好きだよ、お父さんお前が大好きだよと言ってあげる、そういう帰る家ですから、私はこの本の中で帰る家はハウスじゃないんです、ホームなんです。人間関係としての帰る家ですから、還元する還という字で帰る家と、まあ表しているわけです。ぜひ子供の帰り家になってほしいなと思っているわけです。